ラゲモン結構最高だったんですけど、あの4月にああいう役をいただけるっていうのは、そういうお客さんが来てくる、そういう風にお客さんをサポートできる従業員がいるお店だからだと思います。だからね、まあみんなここで働いてるわけだから、みんなにもできると思います。俺なんかでも、で、セブンとグランティーも働いてるんで、周りからもね、あの歌舞伎町最強って言われるお店を作りたいし、そういうお店を目指してやっていきたいなと思います。なので、そういうお客さんと、僕ら従業員で歌舞伎町最強の店を作りましょう。以上です。